でも誘惑はね、やっぱキャラクターがかっこよすぎる。まあまあまあ、なんかイメージあるね。トグル兄弟とか知ってます？でもちゃんと覚えてないんだよな、俺。あれ、その辺出てくるカラスってキャラクターがいるんですよ。うん、真っ黒いスーツ着て、うん、細い、あの、ホストみたいな細いスーツ、うん、あの、ここがすっごい尖ったジャケット着てるんですけど、うんうん、で、髪がね、腰まである真っ黒い髪なんですよ。うん、で、めっちゃ美形。こういうマスクつけて、うん、めっちゃ美形で、クラマっていうあの主人公側のチーム、うん、それもめちゃめちゃ美形のやつがいるんですけど、うん、そいつのライバルみたいななんですけど、うん、初めてやった時にカラスが一瞬で、あのクラマが一瞬視線そらした時にパッと見たらカラスがいないんですよ。うん、あれカラスどこ行ったって言ったら、うん、クラマの後ろに回ってて、うん、クラマも髪長いんですよ。これこうやって触って、うん、髪が傷んでるな、トリートメントはしているかって言うんですよ。気持ち悪い。こいつ気持ち悪いと思って、そっからもうカラスが一番かっこいい。